こんにちは、南雲時計店です。本日は神奈川からお越しの M さんに出ていただいております。こんにちは。ありがとうございます。ちょっと聞きたいんですけども、はいはい、どうしてうちで修理をしようと思ったんでしょうか。たまたまこの142タニウムを手に入れて、はい、ついてたがバンドがカーバンドだったんですよね。はいはいはい、はい、でタンブレスを探してて、南雲さんのところにタンブレスがある。あ、そうですね、うち。ただ中古で手に入れてるからオーバーホールをかけなきゃいけない、はい、でその話もちょろっとしたら、いやオーバーホールだったら悪いけど俺のが腕上よって言っておじゃあ、まあ、ちょっと任せて、ぜひともお任せしてみようっていうので、うん、ありがとうございます、ね、でオーバーホールして、うん、でまあブレスもつけて、はい、いかがでした。バッチリ。 ありがとうございます。というよりも、あのここに今142イッタニウムあるんですけど、はい、そのオーバーホールの仕上がりが気に入りすぎたんで、はい、これ私の祖父が使ったグランドセイコーなんですけど、このグランドセイコーのオーバーホールも一緒に合わせて依頼をかけた感じそうそうそう、ありがとうございます。結局その時計のオーバーホールっていろんな大きな業者さんとかあると思うし、はい、そのなんだろう、じゃあどこに依頼すればいいのかなっていうのいろいろあると思うんですけど、うん、結局その大手の業者さんの方だと、うん、すごく腕のいい人もいれば、まだ時計学校を卒業してルーキーっていう人もいる。はいはいはい。で、まあ、最終的にオーバーホール誰がやりましたよって名前は出てるんだけど、うん、じゃあその名前の人物誰なのって分かるの？あ、分からないね。絶対分かんないね。分かるのか。で、南雲さんのところに来て一番最初にもちょうど1年前になるんだけど、うん、もうなんだかんだで、うん、その時計の話をさせていただいて、まあ、本当になんだろう、その時計がどうこうっていうよりも、まずは本当に時計が好きでこの仕事やってるんだねっていうの、うん、やっぱそれが伝わってくる。でここだと間違いなく南雲さんしかいないわけだから、オーバーホールやってる人が、はい、で逆に言うと、いやそこのね、あのまあ決して大きな会社ではないわけだけれども、うん、ずさんなことをやれば、うん、もちろんそのまんまその自分のところの営業成績になって戻ってくるわけ で、一番最初に来て驚いたのが、じゃあそのオーバーホール待ちの時計のケースの中を見せてもらって、うん、なんでこんなにいっぱいあるんだろうっていうお話をいろいろ聞いてる中で、やっぱりなんだな、ああ本当に時計が好きでやってるんだなっていうのが伝わってきた。今ね、そのやってみてどうでしたかの他に、次が、いろんなお店があるんだけど、なんでうちで選んだのって聞こうと思ってたらまあまあ結局答えいけまた安心感っていう感じで、だから結局いろんなお店があっても、うん、そのまあ、大体半年、うん、長くて1年の保証、うん、でも冷静に考えてみると、オーバーホール入れるっていうことは、うん、メーカー出荷時よりも時計の中の状態に関して言えば上がってくる、上がってこなきゃおかしいわけですよね。まあね、日本人細けえやつらが直してるんですからね、うん、完璧ですよね。で大体1回引き時計って、うん、まあ、2年とか3年の新品保証ついてますよね。そうですね。でオーバーホール入れるってことは、うん、そのメーカーのその保証期間終わっちゃった後に、うん、当然不具合が出てる中の部品だとかっていうのも、うん、オーバーホールの際に普通は交換するわけじゃないですか。そうです、そうです。でさらにその細かい日本人がきっちり直してダメな部品も交換して、うん、半年あるいは1年か保証がつけられないっておかしいよねっていう、うん、まあ本来だったら、まあ、1年は最低だよねって、うん、だってメーカー保証よりも短い保証期間しかつけられないようなオーバーホールしかやってないのっていう。うわあ、それちょっと、まあ、おかしいよね、うんうん。どう考えてもそこはおかしいよなって考えて。うん、我々多分日本人がかっちりやれば、うん、まあ、半年でありえない。ありえない。ですよね。1年、うん、楽勝みたいな。うん、まあ、2年、3年、まあ、さすがになんだろうな、その時のオーバーホールかけた時の、うん、その外気温だとか、そのオイルの状況だとか、オイルの状況ばっかりはね、その人の使用用途によっても変わってくるのかなとは思うんだけれども、うん、ただメーカー保証よりも短い期間しか保証期間がないオーバーホールって、それはオーバーホールというのか、まあ、ちょっとね、ちょっとね、だってオーバーホールって基本安心感を買うわけじゃないですか、うん、故障しないような、だからもうそうじゃないといけないね、うん、であと最後にお聞きしようと思ったのが、例えばオーバーホールしようと思っている人たちに一言メッセージを、一言メッセージ、はい、うん、多分南雲さんのところで依頼するオーバーホールっていうのは、うん、その大手のところだとか他に比べると
安くはないと思います、間違いなくそれははっきり言える、はっきりとそれは言えるけれども、うん、ただその時計に対して自分が使ってる時計であるのと同じように愛情を持ってオーバーホールをやる、でさらにその先また4年5年安心って使えるっていうふうなことで考えれば、ほんの少々高かったとしてもその先安心って使えるのか、最大でも1年の保証しか付けられないオーバーホールを選ぶのか、どっちのが長いスパンで考えた際にコスト的に安いかって考えれば、もう答えは簡単に出てくるかなと思いますね、うん、私個人としては。あ、結局その見た目の金額は多分他の業者さんに頼んだ方が絶対的に安いと思うんです。俺の場合基本的に10年スパンとかで最もお客さんが無駄なお金を使わないで、うん、でしかも安心してこう遅れる止まるとかがない状態に、まあ、するのが僕の目的なんで、で、まあ、結果としてね、そのなんだろう、まあ、来店頻度が低くなるのかなと思うんだけれどもただそこでいい仕事をしてるってことは次も安心してここに任せようっていう風な形になるわけだから、逆に言うとそのなんだろうな、来店サイクル自体は長くなっちゃったとしてもまた次もいい仕事をすればまた持ってきてくれるっていう部分があるから、だから逆に言うとその誰がやるのかようわからんっていう風なところに、あるいはそのどこに依頼したらいいのかなっていう風な状況があるんであれば、中野さんのところにまずは相談持ちかける。あ、うん、そうです。まず聞いてください。あのただ、時計の修理いくらって言われても困るんで、何々がこんな状態なのでどうですかって聞いてください。あの時々電話であの時計の修理したいんですけどいくらですかって言われても何がどうなってるのか全くわからないんで、あのそれちょっと難しいです。さすがにあの千里眼持ってないんでその辺お願いします。じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。